スタジアム。かつては、全国高等学校野球選手権秋田大会の会場に使われていたが、2004年からその役目を、グリーンスタジアム横手に譲っている。1978年に、本庄市により、本庄市、本庄ゆり総合運動公園、水林球場として開場した。周辺には、陸上競技場のほかテニスコートなどがある。 施設の老朽化が進んだことから、2011年度より、後期2年、総事業費およそ8億1000万円をかけて、リニューアル事業が行われ、メインスタンド及び内野スタンドの改修、グラウンド拡張、バックスクリーンと一体型のスコアボード新設等の工事が進められた。また、県内の屋外球場としては初めて内外野とも、全面人工芝となり、バックネット側、 ファウルクラウンドには、愛称の、水林グリーンスタジアムの文字が記されている。2013年4月6日にリニューアルオープンし、同年6月29.30日には、リニューアルオープン記念として、プロ野球イースタンリーグ公式戦の、読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズに、連戦が行われた。2008年の資料までは、 本庄ゆり総合運動公園、水林球場という名称であったが、2009年以降の資料では、ゆり本庄市、本庄ゆり総合運動公園や球場の名称が使用されている。なお、公的な名称から、水林の文字が消えた後も、球場正面には、水林球場のプレートが掲げられている。ありがとうございます。